酒井。ここも人手が増えて嬉しい限りだね。他の皆は？みんな支度は済んでるよ。ハンを殺せるのはこの対馬にあんたしかいないって先生が言ってた。一人では無理だ。しかも策がなくては。あいつは手下を従え港にいるよ。まず守りの穴を探さねば。その先にあるハンの隠れ場もな。鳥にでもなれたら楽なのに。いいところがあったよ。闇が味方のうちに立とう。泉の港、かがり火台からならよく見える。登れればだけど。気づかれなければよい。いざ行くぞ。なぜハンは泉に来たの？対馬から本土に渡り蹂躙するつもりなのだろう。今を逃せば止められなくなる。この花って？俺の毒の元となる花だ。モコが進んでいったんだね。我らを殺すために。毒を使ったこと悔やんでるかい？危険を承知で大勢の命を救ったのだ。もっと大勢が死ぬことになる。その前にハンを止めるほかない。そうだね。ハンを殺さなきゃ。すぐ。どうか。攻め入るのは無謀。崖側から回り込むぞ。物見の裏を書くのか。いいね。
sind Negumbel. Итачить досла! Чихарву, а? Восстань, бейзгуте! Чингарву! Вот!樽の中身は何だろう。火薬かな。花だ。毒用の。一樽で何百人も殺せる。ハーンは本土で使うつもりだ。対馬から出してはならん。かがり火台から港を物見しよう。先に行って。嵐の前の静けさ、こちらの理になるようだ。今は火を消したままにしておくぞ。もうこの船の目指す印になってしまう。やつらの先をつけよう。さあ物見と行くか。こっちだ。良い案が出ると良いな。あの岩場から猛虎の水軍を見て取れる。ヒヤリがあれば船を真っ二つにできるのに。あの辺りに兵はおらんな。開けてて守れないから。だが不意打ちには申し分ない。あそこに旧兵を置ける。猛虎を丘に誘い込むの。騎兵に囲まれてしまうだけか。鳥が弧を描いておる。何かが来るのを怖がってるみたい。嵐だ。じき陸に降り立つのだろう。港の長の屋敷、あれがハーンの隠れ家かもな。船着き場にも水軍にも近い。賢いね。ハーンは本土に向かう手はずがついておる。船には兵も火薬も積んであるだろう。俺の毒も。対馬で止めねば日の本が危うくなる。大風がいつ来るかが肝になる。大風が来ればハーンは船を止めねばなるまい。その時仕掛ける。船も積み荷も壊してやる。そのためには兵器を盗まなきゃ。お主ならば安きこと。ふん。その後はどうする。小勢が猛虎の気をそらし、俺が港に忍び込む。そしてハーンを撃つ。いい策だ。では上学で司祭を決めよう。
策が出たのか。ケンジがヒアリを盗めそうな場所を見つけた。今から向かう。幸先が良いな。だが兵の数が足りん。ダメだ。叔父上もハーンを葬りたいはずだ。ご加勢くださろう。捕まって牢屋行きだ。では叔父上に宛て文を残せばよい。城は侍だらけだよ。蹴取られる前に城を出る。よし、叔父上への文が書けた。城へは馬に乗っていかなきゃね。死んだ馬にはかなわないけど、こいつらも使ってやって。どうどう、怖がるな。仲良くしよう。名前は何にする？ノブ、誠の心。いい名だね。どうやって城に忍び込むつもり？あそこで育った。城壁の抜け道は全て覚えておる。子供の頃よく叔父上から隠れたものだ。ジン、何をしておる？ああ、夕餉の魚を取っているんです。素手では取れぬと分かっておろうに。叔父上にご子息が生まれたら、私は捨てられますか？ジン、よれ。思い違いをするな。わしは生涯続くこの道をお前と歩んでいくぞ。何があろうと。崖側には物見はおらん。また冷たくなった。どうかご用心を。お侍が目を光らせています。
化け物になり下がったと示すだけ。志村殿は後ほど主閣で演説されるぞ。士気を高めるためだ。いよいよハーンと刃を交える時。鍵縄を使って橋の下を通るか、または何か他の手を探すか。志村様を裏切るわけないのによ。俺もさ、だけど今は我慢しなきゃな。何かいるぞ。
奴らは我らが島の村々を焼き尽くす。そろそろいいだろう。聞こえたか。そろそろいいだろう。と劇を飛ばしたかった。ジン、恨むぞ。させてはならぬか。猛虎は酒井殿と同じ毒を作れるようになったのだ。その名を口にするのか。お許しください。あやつのせいで敵は民を毒で殺す術を得たのだ。この島に災いをもたらした。次こそは逃しません。城内をくまなく見張り、何かあれば知らせよ。承知いたしました。夜を通して見張りましょう。目指すは最上階。今なら忍び込める。城郭の2カ所で猛虎が敗戦を喫したらしく、どちらも境、いえクロードめの仕業かと。いかがされますか。クロードの処罰は後回しだ。
猛虎を撃ってから考える。しかし将軍様のご下旨は。言われずとも分かっておる。なれど今は猛虎を撃つことが先決であろう。仰せの通りに。ハーンの居所は突き止めたか。北へ送った石膏が戻らず、捕らわれたか殺されたか。行き先は分かるな。足跡のいざなう方へ軍を進めてみよう。俺の座敷、ここに帰ることはなかろう。なんだ。城郭の2か所で猛虎が敗戦を喫したらしく、どちらも堺、いえ九郎殿の仕業かと。いかがされますか。九郎殿の処罰は後回しだ。猛虎を撃ってから考える。しかし将軍様のご下旨は。言われずとも分かっておる。なれど今は猛虎を撃つことが先決である。仰せの通り。ハーンの居所は突き止めた。北へ送った石膏。音がしたと思ったが。俺にも聞こえたよ。2カ所で猛虎が敗戦を喫したらしく、どちらも堺、いえ九郎殿の仕業かと。いかがされますか。九郎殿の処罰は後回しだ。猛虎を撃ってから考える。しかし将軍様のご下旨は。言われずとも分かっておる。なれど今は猛虎を撃つこと。今調べろ。目に留まりそうなところに。
酒井だ。出会え。叔父上、お目にかかれぬことをお許しください。ハーンの水軍は泉に集まりました。本土を制するに足るだけの兵と毒を積んで、しかし大風が来れば、その時こそ猛虎を打ち船を沈める時。何とぞご加勢よ。そしてまたまみえんことを。父とことは申さぬまでも、歩む道をたがえた武士として、叔父上がいかがお考えになろうとも、身内には変わりませぬ。心配したよ。捕まったかと思った。文を届けるのに手間取ってな。読んでもらえた？ハーンとの戦に加勢するって。そう願うが、待っておる暇はない。風が強くなってきた。朝には大風が来るな。ヒアリは無事に奪えたか？痛手を負わせられるほどにね。それとクロードに従うため城を抜けた兵を見つけた。万端だ。夜明けとともに攻めるぞ。そう伝えるよ。みんなに会ってきて。話を聞きたがってる。あなたを寝返らせよう。酒井先生、巴の件ですか？この間にも巴の旧兵は島中の民を襲っておるぞ。ならば共に止めに行きましょう。その弓、頼りにしております。巴が気がかりです。我らでハーンを撃つ。巴の助力など枯葉のように儚いものよ。先生、感謝しております。あまり干渉にふけるでない。先生もでしょう。覚悟はつきましたか？この世に生まれた時からな。明日が待ち遠しくてたまらんわ。酒井様、いい日和です。お頼みを聞いてください。菰田の浜で猛虎がお侍に勝てたのは数で上回ってたからだそう。それは違う。俺は崖から戦を見てた。ハーンがある。貴様に何をしたと思った？油と松明を使った。もう知ってる。鳥を見てるとここで起こってることを忘れられる。酒井様。ノリオ、やはり来てくれたか。苦難を乗り越えた中です。来て当然でしょう。お主の兄君と僧兵らの仇を討とう。故郷を取り返すだけで幸せです。
お侍、お気をつけて。お主に助けられてから随分と遠くまで来たな。陣は重くて引きずって歩いたよ。ほどこにしなきゃ村に戻れなかったくらい。全てはお主のおかげだ、ユナ。あんたは死ぬなよ。これまで辛いことばかり。大事な人も亡くした。お願いだ。だがハーンを止めねば。もういいよ。一緒に船を見つけて静かな地に逃げよう。戦は侍どもに任せりゃいい。それは本心か。いいや。俺が死んでも戦い続けてくれ。あんたってやつはひどい男だね。そろそろ休む？まだだ。今はあと少し共にいてくれ。いよいよだ。この時を逃せば二度とハーンを撃てなくなる。ケンジ、ヒアリの手はずはいかに？いつでも矢の雨を降らせられますよ。よし、ユナの合図で放つがよい。モーコは束になってヒアリを奪いに来るだろう。我らはそこを叩く。火薬も弓兵も定められた場にある。さあ参ろう。サカイ、皆の者、武運を。いざ。ジン、志村様はいないね。じきに大風が来る。我らも始めるぞ。合図の矢は放てるな。今だ。猛虎が来るぞ。全てなで切りにしろ。Shoot, dude.
うまくいったね。猛虎は陣を整えておる。その隙は与えません。ノリオが丘の上の兵を率いておる。ならば落ち合い加勢しましょう。皆さんご無事で。この地で片をつけましょう。今日をハーンの命日にします。志村殿のご加勢は待ちません。私たちは大門を攻める。猛虎の気をそらすから、その隙に忍び込め。死にに行くつもりか。ここまで来たんだ、今さら引くつもりはないよ。おのおの方こそ誠の勇士。また生きて会おう。兵の相手は任せな。みんな声を出さんか。猛虎にかける情けはないぞ。戦え、酒井様に続くのだ。クローダに続け。レギオン発進だ。中央発進。屋根に登らねば。敵陣を見渡し、ハーンの居所を探る。どうしよう。あの櫓を登れば敵陣を見渡せよう。
Legion Harsinta. Huh? Oi! Udo Kikcha Harta! No, so! Turgut! だらけだ。 己も志村もくだらなかったからな。和平にも応じず己は戦を選んだ。ではその報いは本土の民に受けてもらう。この対馬からは出さんぞ。
れはここで死す定めにあらず。
はさせんぞ。よし。ハーンは死んだが、その残党は隠れておる。奴らを追いやらねば誠の平和は戻らん。猛虎が去ったらどうなるんだ。また生きていくだけだ。もう先のことも想像できないし、自分が誰かもわからなくなった。お主は誠の勇士で誠の友だ。野党だけどね。それは過去だ。明日の己はお主が決めろ。そろそろ立つぞ。叔父上が探しに来る。いや、来ないよ。戦の後に使いが来たんだ。和睦の申し出か。あんたに会いたいとさ。赤い葉が落ちる浸透した湖のそばで。大巫女、よく稽古をつけてもらった地だ。ついてこうか。唯一の家族だ。一人で会わねば。そうだね。鷹を思うとまだ胸が痛む。髪についた煙の匂い、小さく笑う顔、酔いつぶれた姿さえ懐かしい。あいつは私の全てだった。だけども一人きりだ。そうではない。俺がおる。クロードは島のみんなのもんだろ。